子供も含めておよそ7割の人たちが太極拳の心得があるということです。早くだろ。村の老人たちが祖先から伝わる秘伝の技を子供たちに教えています。この村の子供たちは幼児の時には太極拳を見ながら育ち、7歳の頃から練習を始め、17、18にもなると技が身につくようになると言われます。太極拳は現在5つの流派に分かれ、それぞれ特徴を持っていますが、最近の中国武術界ではこの村に伝わる陳式太極拳が全ての流派のルーツであるというのが定説のようです。年寄りたちは子供たちに祖先の武勇伝を語って聞かせています。